程度はできるかと思います。なんかやらかと思ったんですけど、構えてやると結構嫌がるかもしれない。爪が黒いじゃないですか、はいはい、白い爪だったらある程度見えるんですけど、はい、黒だから見えないからもうやめました、うん、怖いので。そうなんですね。白いのが1個でもあればこれぐらい切ればいいんだなっていうのを説明できるんですけど、そうですね、黒い爪だけだとなかなか分かりにくいですね、はい。もうちょっと大きくなると、はい、短くなってくるとなんかこう血管が出てきそうな感じっていうのが、あの爪のところから分かります。あとはイメージしながらやるしかないですね。それぐらいだったら大丈夫かなとか、はい、怖くないよね。ちょっとそうそう、こうちょっと血が出そうな感じになってます。こういう真ん中に血管の端っこみたいなのが見えてくると、これ以上切らない方がいいかなという感じになります。で、だいたい爪とが平行になるあたりまで切れば、あの爪の長さになるかなと思います。おなしくて切らせてくれる子ならばいい、うん、そうでないとはなかなか難しいかな。猫ですけど犬も同じような形なので、こういうふうにとあの白いと赤いピンクの血管が見えるんですよね。黒なんかちょっと見えない形なので、だいたいこの辺尖ってるところを切ればいいっていう、うん、散歩しだすと尖らないので、だいたいこの爪の長さと肉球の長さが同じあたりのところで切るといいかなっていうところですね、はい。前足ちょっと前足を来よう、うん